はい、こんばんは。ちょっと予約してた商品が届いたんで見ていこうと思います。なんかね、もっと早く届いてたんですけど、カードの引き落としができてなくて、でなんか間違えてキャンセルしちゃったりとかして、本日届きました。あ、なかなかいいじゃない？グッドスマイルカンパニーのずんだもんです。なんかレビューじゃねえ、評価見ると結構ね、あんまり良くないんですよね。なんせこれも4000、5000近いんで、なんかレビュー見るとね、なんか予約してたのに開封済みになってたりとか、このテープが取れてたりとか、塗装がひどかったりとか、なんか写真見たらもう素人が塗ったみたいにはみ出したりとかしてましたね。なんかそれ見たのもあってね、なんか間違ってキャンセルしちゃったんかな。だってグッドスマイルカンパニーってなかなかそこそこのメーカーなんじゃないの？最近中国、みんな中国に作らしてるから、なんか手抜いてますよね最近。あの中国のなんつうの、メタルビルドとかもさ、塗装がはみ出してたりとかよく聞きますよね最近。開封の儀、まだご本人様を見てないっていうこうシチュエーションなんで、ちょっと時間かかるのは、なんだかちょこちょこ止まってんな。これがさ、発売前で予約できて、このテープが全部剥がされてたらさ、そりゃ評価1にするわよな。テープを忘れてただけだったらいいんですけど、明らかに人の手が加わってたりしたらさ、もう中古ですかね。お、なんだ、はい、これ後で片付ける。あれ、スタンドが落っこちてた。スタンドはなんかこれ白いやつなんですね。4000、5000円ぐらいすんだからさ、ちょっとは出来が良くないと困りますよね。どうなんでしょう。何この黒いシミ。黒いシミみたいのがあるんですけど。まずここ爪でやったら取れましたけど、黒いシミが。顔はいいっすね。ずんだもんらしい顔してますね。なのだ。どうでしょう、ちょっと肉眼で見ますね。なんかアマゾンのレビューで見ると、この辺がもう筆塗りしたみたいな感じで、まっすぐじゃなくてこうニョニョニョって白がはみ出してましたね。あ、まあまあいいかな。うん、なかなかかわいい。かわいい顔してる。ずんだもんらしい顔してるね。まあいいや、ずんだもん応援するっていうことで買ったんで。いいとしますか。いくらだっけな。4300円ぐらいかな。定価は4800円とかするぐらいだと思います。なんかアマゾンで見るともう1万1000円とか値段ついてましたね、これね。そんな品薄なのかね。かわいい。あのずんだもんプラモより一回りでかい感じしますね。なのだ。ひとかすどもみたいな。ということで、皆さんが知りたいずんだもんプラモとの大きさ比較いきましょうか。ひとかすどもね。ちょっとでかいですよね。
ツンダも頭でかいって言うと怒りますからね。レディに対して失礼なのだとかつって。うん、ズンダモンプラモンも可愛いけど、ズンダモンプラモン以上にこっちはなんか顔が顔がズンダモンらしいですね。あのすごい顔してるやつとか欲しいですよね、あのズンダモンの。すげえ顔すんじゃないですか、いろんなあれで。俺結構あの動物とか昆虫とかの動画が好きなんですけど、へこへこするとかなのだとかつって、このズンダモンのキャラっていうか性格と喋りもいいですよね、ヒトカスとかつって一応人間じゃないですかね、これね、枝豆の妖精なんで、まあいいんじゃないですか、かわいいかわいいと思う個人的に。うん、プラモとは違った、プラモはプラモで稼働するんでいいんですけど、これからいじりキャラということで使っていこうかなとまあ思ってるんですけど、プラモはプラモでいいんですけど、この固定もいいですね。なのだ固定なのだ、こっちは稼働なのだ。うん、顔がいい。うん、これはどっちも買いでしょう。なかなかです。つや消し拭きたいとこだけどな、これは。ちょっとお高いやつ。お高いやつっても、同じなんですよね、値段は。あんま変わんない。どちらかというと、こっちの方が高いかな。あとあれか、これがついてくるの、ズンダモンシリーズ、これがついてきて、こちらは5500円で、これも結構できんすよね、あんま顔が好きじゃないですけど、これが原型なのかね、原型デザインなのかもしれないですね。でこっちはちょっとアニメチックにアレンジされた、でこっちが4000円くらいだから、こっちもいくらか安いのかな。まあどっちも手に入れたいのだ。めっちゃこっちやっぱズンダモンっぽい顔してるよね。この眉毛がいいっすよね。この釣り上がった眉毛。なのだ。みたいな。ということで、ちょっと長くなりました。ちょっと後で、ショートでも出しますね。縦画面で。うん。これは買ってよかったかな。一回キャンセルしちゃったけど。かわいい。さすがグッドスマイルカンパニーですね。ということで、以上。